おはもる、どうも、紅茶ガーデンです。今回なんですけども、残念なお知らせがあります。レッドビーシュリンプなんですけど、こちら、じゃかじゃん、全滅しました。はい、まあ、原因はなんですけど、そのソイルがね、この企画とあまり合ってなかった説が濃厚です。私は白倉ソイルを使っていたんですけど、どうやらね、白倉ソイルで大きめな水槽はあまりビーシュリンプにね、良くなかったみたいです。逆に小型の水槽で白倉ソイルだと結構扱いやすいみたいなんですけど、60だとね、なかなか難しいということがね、なんとね、開発者さんから教えていただきました。残念ですね。なんで私が今まで小さい小型水槽で白倉ソイルで増えてたのはなんか正解だったみたいですね、あれが。なんで、まあ、やっぱりね、これだけ大きな水槽になってしまいますと、どこかね、水の流れが悪くなってしまうところができちゃうんですね。もうそれってビーシュリンプにとってめちゃくちゃ悪い環境になってしまいます。で、このね、水槽の中がね、悪くなってるっていうのが分かるのが、まあ、変な苔が出たり黒ひげ苔が出たりするのは、もう水槽のね、バランスがあまり良くないみたいです。ということで、また小型水槽に戻ろうと思います。で、今回用意したものがこちら。はい、ということで今回用意したのがこっちだ。じゃかじゃん、25キューブ水槽です。まあ、本当はね、30とかが良かったんですけど、空いてるのがないので25キューブで立ち上げます。で、ソイルなんですけども、これがね、欲しいソイルが全く売ってなくて、で、なんとね、フォロワーさんが探してきてくれて送ってくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当ね、なんか近所のショップはね、結構いろいろ電話したんですけど、全く売ってなくて、レッドビーシュリンプにいいとされてるソイルがこちらになります。じゃかじゃん、重い。こちらアマゾニアソイルボリューム1のノーマルです。いや、本当はですね、スーパーパウダーが良かったんですよ。なんでスーパーパウダーのがいいかというと、やっぱね、ノーマルソイルだと粒の大きさが大きいので、餌とかいらないものがどんどん下の方に行っちゃうということで、スーパーの方が良かったんですけど、まあ、ノーマルしかね、残念ながらないということで、こちらに水槽を立ち上げていきます。いや、なんかね、しかもこのアマゾニアで水槽を立ち上げると、もう即日入れちゃっていいっていうことなんで、楽そうなので初心者にもおすすめらしいです。じゃあ早速水槽立ち上げていきます。はい、じゃあ今日はですね、こちらの水槽台、下段の方ですね。下段しかね、今空いてないんで、こちらに設置していきます。で、お隣さんはなんですけど、こちらね、友達から金魚の卵をいっぱいもらって、その子たちが育った子がお隣さんになります。ほら見て、こんなに大きくなりました。結構ね、ほぼみんな元気に育ってますね。はい、じゃあまず水槽を設置していきます。はい、こちらですね。じゃかじゃん。で、こちらの水槽ですね、これ下段にね、ちゃんと水槽台がぴっちりくっついてるんで大丈夫です。取れません。え、そしたらアマゾニアソイルを入れていきます。だいぶ薄めがいいとアドバイスいただきました。もう床が見えるぐらいでいいって言ってました。床がギリギリ見えるぐらい。はい、ソイルはこんな感じです。床が見えるか見えないかぐらいがいいみたいです。で、アマゾニアのソイルなんですけど、こんな感じですね。意外と粒が揃ってないんですね。あとですね、見てください、こちら、じゃかじゃん、なんとソイル以外のものも入ってました。これは一体何なんでしょう。バクター1 KS50って書いてありますね。 100ml ナチュラルバイオテクノロジーラクトバブルスベクトリアウォータープロフェクションプロフェクション、なんか守ってくれる、水を守ってくれるバクテリアってことですかね。
100% 現役って書いてありますね、なんと特許を取得している7種類の微生物を完全に自然培養し使用していますだって。なんかすごそうですね、生態が出す有害物質、水槽立ち上げの時、シュリンプ、魚、水草などの生態の成長促進、濁り改善、苔の制御、微生物活性化、生態の免疫力アップと、なんかすごいいいことばっかりしか書いてない怪しい液体をいただきました。ありがとうございます。これあれですね、水入れたらこれをちょんちょんと入れる感じでしょうか。まあ、若干匂いがあるって書いてありますね。水50リットルに対し1回 10cc だそうです。はい、そしたらカルキを抜いたお水を入れていきます。本当はねこんなにバシャバシャやらない方がいいんですけど、雑な女なんでこんな感じでやっていきます。いや、さっき冒頭で全滅したとは言ったんですけど、全滅じゃないです、嘘つきました、ごめんなさい。何匹か生き残っているので、その子たちをこちらに移動しようと思っております。おっと、あたた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 、危なかったですね。これたまに忘れて大洪水にしちゃう人いますからね、気をつけないと。はい、水槽の様子なんですが、だいぶ濁っております。こんなに濁っててもね、入れちゃっていいらしいです。恐ろしい。はい、ということで B ちゃんのためにね購入したものがあります。もちろんねチャームさんです。チャームさん、いつもありがとうございます。開けていきましょう。はい、こちらね B にいい、じゃがじゃん、ビタミン C サプリ、あと B の提唱にこちら、じゃがじゃん、ふんわりベッドではなく、こちらですね、じゃがじゃん、LS80S というものを購入いたしました。こちらはですね、スポンジフィルターですね。本当はね LS100 が欲しかったんですけど、売ってないの、売ってないのチャームさんでも売り切れ、めちゃくちゃ大人気商品っぽいですね。でしょうがなく80にしました。おすすめは100です。あとはこちらの水草ですね、南米ウィローモスを新たに購入しました。あ、めっちゃいい、めっちゃいいサイズめっちゃいいサイズじゃない、めちゃめちゃ綺麗な石につけてくれました。ありがとうございます。めっちゃ綺麗やなこれ。はい、そしたらこれ開封していきます。あ、でかいわ。80だけど、80ちっちゃいかなって思いましたけど、かなりじゃかじゃん大きいです。私の手と比べるとこんな感じですね。これ使い方多分簡単ですね。これ上にこれつけてこれエアーはどこからかね。あ、これ分かった、この中にここにエアーを入れるみたいですね。新しいね、だいたいこのここら辺とかから穴が生えてるのに、そこにエアチューブを刺すって形ですけど、 LSS のスポンジフィルターはここですね。で、この周りからエアが出てくる感じなのかな。じゃあ早速設置していきます。こんな感じですね。一回水洗いしてきます。洗ってきました。沈めます、浮きます。ちょっとこうやって空気を抜いて、あー沈んだ沈んだ。はい、場所が決まったのでこちらのモスを入れていきます。いや、でもすごい綺麗な石だなこれ。これはご飯ですね。ご飯とか微生物の住処にもなりますね。手前に入れておきます。はい、そしたらですね、こちらのいただいたバクテリアを入れようと思います。中身は、うわ、茶色い、めちゃめちゃ茶色いです。なんか薬みたいな匂いがします。
とりあえず 3cc 入れます。よし。でもう 2cc 入れていきます。うん、うわ、なんか変な匂いする。いや、なんだろう、薬、ほんと薬みたいな匂いがしますね。はい、こちらで立ち上げは終了となります。生き残ったね、Bシュリンプを捕まえてきます。はい、水合わせが2時間終わりました。はい、こちらが B ちゃんたちですね。1匹すでに水槽の中に入ってしまっております。大丈夫でしょうか。あとはですね、メイン水槽にまだね1匹いました。これもね、後で水合わせしておきます。はい、じゃあエビちゃんたちを移動します。エビシャワーです。レッツゴー。はい、まあほんのちょっとのエビシャワーですけど、またね、数減ってしまいましたが、ここから頑張っていこうと思います。またね、経過動画上げていきたいと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。